ヤロスワフ・アレクサンデル・カチンスキは、ポーランドの政治家、同国元首相。弟のレフと共に、一卵性創生児の政治家として知られる。学生時代は、労働者保護委員会で、1980年代には、連帯で、政治活動を始めた。2001年春、弟のレフと共にフォート、法と正義を創設し、同年、議会選挙で、 投票数の9.5%を獲得した。2003年、法と正義の総裁職を弟のレフと交代した。2005年9月の議会選挙において、ピースは投票数の27%を獲得し、第一党となった。同年10月、大統領選挙において、弟のレフを当選させるために、ヤロスワフは首相の座を、 同じ党のカジミエシュ・マルチン・キエビチに譲った。2006年7月7日、マルチン・キエビチが辞職した後、党政治委員会は、ヤロスワフを首相に推薦し、7月11日、首相に就任した。結果、首相が兄、ヤロスワフ、大統領が弟、レフという、双子政権が誕生した。2007年議会選挙でヤロスワフ率いるピースが、 災害野党市民プラットフォームに敗れた。この結果を受けて11月26日に市民プラットフォームの党首、ドナルド・トゥスクに首相の座を譲り、双子政権は終焉を迎えた。2010年4月10日、弟のレフの乗った政府専用機がロシア西部スモレンスクにて墜落して、レフ夫妻ら政府交換多数が死去したが、兄のヤロスワフは同行しておらず、 難を逃れている。2010年6月20日に投開票の行われた大統領選挙に出馬。下院議長で大統領代行のブロニスワフ・コモロフスキが選挙を優位に進め得票率で1位となったが41.54%にとどまり、ヤロスワフは36.46%を獲得し2位になった。過半数を獲得した者がいなかったため、 選挙法の規定に従い決選投票が7月4日に行われ、コモロフスキに及ばず落選した。2013年8月に行われたピース党大会で党首に再選された。政敵、トゥスクは2014年12月に欧州理事会議長に就任。人気満了に伴い2017年3月9日に行われた議長選挙では、 ベアタシドゥ首相に反対票を投じさせるなど、再選阻止に動いたものの、他国に同調の動きはなく、トゥスクは27対1で再選された。ワルシャワ出身。弟のレフより45分年長。ワルシャワ大学法律、行政英学部卒業。法学博士、独身。学生時代、レフと一緒に映画、ガツを盗んだ双子に出演。双子の兄も現場で、 超イポーランド気墜落。http コロンスラッシュスラッシュ sankei.jp.msn.com <ui>. ワールドヨーロッパ 10411LP1 兆41億1125万 19N1HTM2011 年1月11日閲覧。ポーランド大統領選7月4日に決選投票開始。 http://japanese.cri.cn/.881/.2010/.06/.22/.163s16017779.htm2010 年6月25日閲覧ポーランド大統領選野党,党党首の前首相が敗北宣言 http://jp 毎日セレクトワールド ヨーロッパ、ニュース、2千1万7 0 5 k、e、0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 7 0 0 0 CHTML2010 年7月5日閲覧。ポーランド政治、経済、社会情勢。在ポーランド日本大使館。2013年8月26日閲覧。EU 首脳会議、トゥスク大統領再選出身国ポーランドは反対。ロイター。 h t t p ロイタ t e r c o m アーティクル EU サミット<ジッ>エジップ文 16G3882017 年3月10日閲覧ありがとうございます。